じゃーん。アンナさんに作ってもらいましたマグロの胃袋の炒め物です。晩酌の始まりです。よいしょ。いただきまーす、うまっ、うますぎ。うまっ、あー、うまっ。これですが、すごい大量にあります。熱いよ。うまい。この食感とね、ごま油が最高。幸せを感じるね。酒が進む。あ、そう、今筋肉痛を思い出したんだけど、私もう今日治ってるかもしれない。そこまで筋肉痛な感じがしないんだよね。2日間ぐらいで治ったのかな。元気100倍でしょうが。胃袋も食べ、お酒も飲み、満足。あ、見えるかな。油壺マリンパークで買ったグラスで飲んでます。大体いつもここにスマホを置いて、右にビール、真ん中におつまみ、ここで YouTube 見ながらこうやって飲んでます。ここにスマホ来るとね、主役が映りませんよ。やばくないこの量。5匹釣れたおかげですよ。何胃袋使ってんだろう。幸せだな。1匹だとさ、チマッとしかできないのよ。うめえな。おいしい。なんか、独り占めしちゃって申し訳ないわね。シナモン、マグロ胃袋にしか興味がないんですよね。身に興味はない。暑い。冷房がないと暑い。暑い。お酒飲むとより暑い。てれてててててパン。これうるさかったりするかな。あー、毛が飛び散る。こんなんじゃ飲めねえわ。そよやかな風が足に。聞こえてる？大丈夫かな？あ、意外とうるさいか。あっちんだよ。あっちんだよ。誰か。あ、間違えた。まあ、夏を感じながら、うん、飲もう。多分この胃袋で5本釣った胃袋が終わってるはずなんですよ。だからこれが食べ終わったら胃袋はもうないです。悲しいな。なんか一匹の胃袋がめっちゃ大きくって、船の上でエラハラとか出してるのを撮ってたんですけど、旦那さんが船長さんから胃袋を受け取って胃袋の中身を出すっていう作業をしてて、それを見てたんですけど、胃袋めっちゃ大きくって、もうその時点で私のワクワク度は 120% ね。本当に胃袋がね、一番好きなのよ。
もう5本釣ったって分かった瞬間に全て私のものって思ったもんね。釣った特権。やっぱね、新鮮で処理がちゃんとしてるものがいいからね。で、冷凍を食べたことがないから何とも言えんけど、これを知ってしまったらやばいね。まだまだいっぱいあるわ。やばい。アンナさん、ありがとう。みんな釣ってくれてありがとう。はい、ひたすらシナモンが胃袋を食べる映像。結構晩酌してるとき独り言多いんだけどな。そんなに急いで食べないから、一品をちまちま大事に食べるんですよ、晩酌のときって。大事にっていうか、一品しか胃袋に入んないんですよ。胃袋食べて胃袋に入れる。胃袋でしかない。あ、やべえ、いつもの癖でチュナは缶を潰す派です。基本テーブルに寄っかかって食べてる。お行儀悪いな。個性でいいか。熱いな。全部使うわけじゃない、うん、ね。サウナじゃん。いや、美味しいな。BGM です。やばくない？テカリがやばい、テカリが。かわいそう。私かわいそう。ちょっと一旦冷やしてまた切るんで、許して。夏だわ。本当に美味しいな。なんでこんな美味しいんだ。ただなぁ、明日から普通の晩酌が待ってると思うと悲しいなぁ。これ、一番くじで当てた箸なんですけど、丸すぎて全部転がっていくんだよね。うまいこと、そう。うまいことね、置けることが少ない気がする。うまいなぁ。これ日本酒にも合うのかなぁ。気になるね。そうな気がする。もうちょっと冷えてからだな。贅沢食いってやつをしてやろうと思います。これ止めたらね。あったらら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 。ウーバーウーバーの動画のBGM。 やばい、おいしすぎて酒進むのが早いから酔い具合が今日はスーパーハイだ。うまっ。アンナさん神。おいしすぎて舌しか向けないんだけど、うめえな。マジで大体こんなだよね。鳥居の口に入れのそっぽ向きの。なんかやりたいな。パソコンとか見ながら食べない。こういうながら作業苦手だな。暑いニュース。ダダ流しで撮ってたら怒られるんだろうな。こうね、YouTuber 著作権があるからね。何も流せないわ。イヤホンすればいいか。ちょっと一旦お部屋を冷やします。
痛い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 。釣りそう。なんかもう悩みしかないや。エアコンはうるさいわ。ハゼのブクブクうるさいわ。電源をオフしたんですけど、オフされてないのかな。すげえ。にゃん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 って言ってんの。閉めればね、聞こえないんだけど。開けっぱできちゃったよね。これは普段の晩酌だからな。このうるさいのが私の晩酌だ。ちょいと日本酒でも飲んでみようかなって思うの。日本酒でも飲んでみようかな。日本酒を飲みながら食べてみようかなが正解か。うまっ。うまいな。なんか前までこういう胃袋とかさ、なんていうの、ホルモン系って言っていいのかな、こういうのあんまり好きじゃなかったんだよね。見た目的な、部位的なのが嫌いだったんですけど、どんな飲み方なのかな。ダメだ、美味しすぎてカメラなんて見れませんわ。申し訳。日本酒持ってこよう。よっ。よいしょ。ぶっこらせできた。これ味変わってたりすんのかな。今日で水のごとくだっけ、ごとしだった。結構時間経っちゃってるからな。まずは食べますからの日本酒。うめえな。日本酒が飲みやすいからな、これ。でもビールだな。ビールが欲しく、あーはー、ビールが欲しくなる。箸が落ちた。ビールだな。やっぱビールが欲しくなるな。箸とビールを持ってきます。よっよっ。箸ビール、ちょっと後で飲むから、後で飲むから、君は後で飲むから。箸はこちら、一番くじで当てましたシナモンロールの箸となっております。なんかたくましくなった気がするんだけど、気のせいか、元からたくましいのか。なんかもう酔っ払ってる気がする。寂しいから BGM 聴きます。もう絶対無言になるやつだわ。美味しすぎて前が向けないよ。BGM はバラードだけど、胃袋が甘くてにやける。うまい、マジでうまい。やっぱビールなんだろうな。うまい。やべえ、幸せ。5匹も釣るとすごいわ。食べ応えがすごい。もう歯応えがいいから結構ね、満腹中枢は行くはずなんだけども、美味しいからいくらでも食べれる。やば、うま。胃袋釣りとかないのかな。胃袋釣り。マグロはいらん、胃袋が欲しい。本当に食べてみてほしいわ。マグロ釣る人、マグロの胃袋食べて。シナは処理の仕方知らんけど、2年前の動画に載ってんのかな。やばい、おっさん化し始めてるわ。いやー、なんか悲しくなってきた。12ヒットあったんだよ。12袋ってことは、これの倍食べれたのに。
絶対ね、耐えれよ。かかったら完璧にあげるっていうのができたらさ、もっと食べれたってことでしょ。幸せオンパレード明日もあるかな。ないよね、もう多分これ最後だよね。楽しくなってきた悲しくなってきた。幸せの時間があとこれ食べ終わったらおしまいなんだ。2年ぶりの胃袋ですからね。箸置けないぐらい美味しいからね。楽しいなぁ。うまい。ね、マグロ生まれてきてくれてありがとう。うまいわ。これ喋んなくていいんだったら、あーこの撮影すげえ楽しいんだけどな。あーでも私右見ながら食べるの好きだわ。右をぼーっと見ながら噛み締める。うまい。今回のマグロ釣りは本当に大変でした。釣り場についていいよやってみたいな、みんなどんどんやってみたいな感じだったんだけど、どっち側で釣っていいかも分かんないし、どの竿が自分使うとかも決まってなくって、みたいな、もうちょっとゆっくりやんわりじゃないのみたいな状態。右巻きと左巻きの竿があったからさ、私右巻きがいいのさ。それを探し出し、よしやってみるかみたいな時に、多分準備が遅かったんだろうね。竿がどれ使っていいか分かんなくって、撮影係がさ急に食ったーみたいな言い出して、おお食ったのか、撮影しなきゃ、私が今一番出遅れてるから撮影向きだなみたいな。でカメラ撮りに行ったんだけど、結構船揺れてたと思うんだよね。あっちゃこっちゃなんかぶつかった気が多くはあるんだよ。とりあえず映像は残したいなと思ったからさ。ただその時撮影係電動とスピニングリールと両方食ってるから、誰かやってみたいなっていう声は聞こえたんだけど、とりあえず撮らなきゃなと思って、まあ誰かしら行くべみたいな。でカメラ撮りに行って、よしと思って、とりあえずさ撮影係が電動とスピニングリールかけてるから一箇所で撮れんなと思ってたんだけど、移動すんのな撮れるわけねえよってなって、撮影係がスピニングリールの方をやってたんだよね、やり取りで。船の先に行ってでそっち撮ってて、わあ電動の方ってどうやって撮るんだろうなみたいな、こんな感じなんだよね。あれ辛かったな。撮影に回らないで電動行けばよかったなってちょっと思ったもんね。でもなんか人がさかけたやつやるのもちょっと怖いなとも思うよね。そこまで撮影も私向いてないとは思うからさ。いやー忙しい釣りでしたね。これ撮影してなかったら私本当に12胃袋ゲットできたかもしれないよね。クソクソクソ、胃袋の方が大事だ。次から撮影よりマグロを取ることに専念しよう。そしたら私の幸せタイムが長い。いやあんなに忙しい釣り初めてした気がしますね。タコピー船長は辛かったんじゃないかなって。これ言って平気なのかな。出船して間もなくでもう船酔いしてたらしいんですよね彼。だから辛い一日だったのかなと思って。スナモンもさ出船してからは良かったんだけど、釣りポイントに行く時まで結構揺れてたんですよね船が。ねえ、酔い止めも飲んでるんですけど、あとはもう気合の問題だなっていつも思ってんだけど、やばい私今日ダメかもしんないと思って、そんなに乗り物が得意じゃないから絶叫マシンとかもあんまり得意じゃないのよ。いつも気合なんですけど、遠くを見た方が船酔いしないよって結構前に教えてもらったから、これは遠くを見なきゃ遠くを見なきゃと思ってずっと遠く見てましたね。だんだんさこう山とかさ、なんか陸が見えなくなってくるとさ、もう海しかないじゃん。遠くってどこなんだろうみたいな。でも海を見ちゃいけないなと思ったの。初めて船乗った時に波のこの揺れが面白くてずっとその波見てたのよ。そしたら船酔いしたからもう海は見ないって決めて、あれもう陸が見えなくなってからはもう雲
雲が一番遠いと思って雲を見て過ごしてましたね。少し思ったのが、結構走る釣り場が遠いとかそういう時は寝てた方が酔わないのかなってちょっと思った。釣りポイントに着く10分20分前かな、いいポジションを発見してさ、こうやって寝てたんですけど、全然寝れたもんね。気持ち悪いとかもないし、寝てた方が楽なのかなってちょっと思っちゃった。帰りはそんなでもなかったんだよね、ゆったりだったし気持ちよかった。日もそんなないから焼ける心配もないかなと思って、なんかでもたくましくなった気がするな。楽しかったけど辛い釣りでした。でも今幸せをかみしめています。誰かまた行ってくんねえかな、胃袋を釣りに。美味しいな。もうちょっと山盛り、落ちネギが落ち、中心に集めたらちょっとなんか幸せ度回復しそうだから、タワーに。え、これ何袋あんだろう。ほんと2、3胃袋ぐらいあんのかな。やばくない、私こんな量の胃袋なかなか見れない。イエーイ。今第2回戦映えポイント作ってるんで、どう第2回戦マグロの胃袋タワー、すごー。全然おかわりできんだけど、ちな胃袋を胃袋に入れています。うまい、うま。これはあとゆっくり食べてもいいですか。だいぶゆっくり今も食べてるような気はするんだけど、わかる、これガバって言って食べるんじゃなくて、一切れずつ噛みしめて食べたい。マジで美味しい。人間ってさ、本当に美味しいもん食べるとさ、眉間にシワ寄るんだね幸せ。シナモンの晩食はまだまだ続きますが、撮影を回すのは終わりにします。やばいこの後にこう自由に飲んで、今も自由なんだけどさ、一人で飲む時って喋んないじゃない。それが待ってると思うと嬉しいな。胃袋に集中するっていうんですかね。でもさ、もう動きたくないんだよ。動きたくなさすぎてな。ちょっと君、カメラ君、無言の私を撮る自信はあるかい。動画重くなっちゃうね、編集するときに。残りの胃袋はこの後ゆっくり食べます。一度ごちそうさまでした。